こんにちは、岡です。前回までの動画でキー A のブルースでのバッキングやターンアラウンド、イントロとかアウトロの弾き方ですねを解説してきました。で、今回の動画ではメジャーペンタトニックスケールを覚えてキー A のブルースでソロを取ってみたいと思います。で、今回の動画の内容が理解できれば、自分でですねアドリブを取ることができるようになりますので、ぜひ最後まで動画のご視聴お願いします。まずですね、メジャーペンタトニックスケールって何なのっていうとですね、明るい曲調の時に使える音階なんですね。その音使ってれば音を外さないよっていうことですね。で、そのメジャーペンタトニックスケールはですね、ブルースはもちろんのこと、ロックやポップスなど、様々な、ジャンルで使われています。非常に使いやすい音階なんですね。で、どんな音階かっていうと、メジャースケールの4つ目と7つ目の音を省いた、除いた音階ですね。度数で言うと、メジャースケールだと1度、2度、3度、4度、5度、6度、7度っていう感じになってると思うんですけども、メジャーペンタトニックスケールは1度、2度、3度、5度、6度で終わりなんですね。音の種類がですね、5種類しかないじゃないですか。5つの音階になるんですね。で、ギリシャ語でペンタっていうのは5っていう意味らしいんですよ。ペンタゴンってあるじゃないですか。あれ五角形だからペンタゴンっていうふうに呼ばれてますよね。その五音だからとかっていうのを特別意識しなきゃいけないわけじゃないんですけど、ペンタトニックのペンタってなんだみたいな、五っていう意味ですね。五個の音でできてる音階っていう感じですね。で、度数とかメジャースケールって何って思われた方もいらっしゃると思うんですけども、別の動画で詳しく解説しますので、ぜひそちらもチェックしていただけると理解が深まると思います。では今回もキー A のブルースやってみたいと思います。6弦にルートがある覚えやすくて弾きやすいブロックを1つ覚えてみましょう。2フレットは人差し指、4フレットは薬指、5フレットは小指で押さえてみましょう。まず小指で6弦の5フレットを押さえて弾いてみてください。ここ A の音になるんですけども、このスケールがですね A メジャーペンタトニックスケールになってますので、この音がルート、始まりの音ですね。で、ここから順番に進んでいきます。ルート、2度、3度、5度、6度、ルートっていう感じですね。一緒にゆっくりやってみましょうか。せーの。これで1オクターブですね。そしたらこのルートの音、3弦の2フレットのところですね、ここもう1回弾いて次のルートに進んでいきましょう。せーの。これで2オクターブですね。じゃあ今度は来た道を U ターンしましょう。せーの。で、この音もう一回弾いて次行きましょう。せーの。そしたらこの音弾いたら、その6弦の2フレット、下がる方ですね、6に行って、でまたルートに戻っていきましょう。せーの。ですね。で、今なんでルートから始めてルートで一旦止まって、でまたルートから始まるっていう感じの弾き方してたかっていうと、このペンタトニックスケールの音の感覚っていうのはですね、耳でですよ、覚えてってもらいたいですね。感覚として、例えばですね、って弾くのと、って弾くのだと、なんか音の感覚違うじゃないですか。明るく聞こえたり、暗く聞こえたりとかっていう感覚が分かんなくなっちゃうので、必ずですね、このスケールをなぞって、どんな形かなって覚えるときは、ルートから始まって、ここで一旦止まる。で、止まる。止まる。止まる。みたいな感じにすると、メジャーペンタトニックスケールの音の感じってこんな感じなんだなっていう、そういう感覚をですね、つかみやすいと思いますんで、ぜひこんな感じで、覚えてみてください。ではこの A メジャーペンタトニックスケールを使ってフレーズを弾いてみましょう。エクササイズを3つ用意したんですけども、順番にやってみましょう。まずエクササイズ1なんですけども、6弦の、5フレットですね、ルートの音ですね、ここから音4つ弾いていきます。シャッフルなのでリズムはタンタタンタですね。
せーのですね。でそしたら次のスケールの音、4弦の4フレット、ここから音4つ順番に弾いていきます。せーのですね。でそしたら今押さえてるこの音ですね、2弦の2フレット、ここから4つ順番に進めていきます。せーのですね。でそしたらまたこの音弾いて4つ今度音下がっていきます。せーのですね。でそしたら次のスケールの音、3弦の4フレット、ここから4つ下がります。せーのですね。で同じくまた次のスケールの音、5弦の4フレットから4つ下がります。せーのですね。でそしたら6弦の5フレット、ルートのところで2回弾きます。でそしたら音切ります。こういう感じですね。でそしたら今度5弦の2フレット、この音弾いてからまたルートに戻る、でまた音切るって感じですね。でその次ですね、ちょっと難しくなるんですけども、これ一拍目の裏っていうところからですね、うんたたんたっていう感じで一拍目の裏から、ルートからですね、6弦の、5フレットからまた1個下がります。でまた戻ります。でここから上がっていきますですね。リズムがせーのうんですね。でピッキングはですね、これ裏から入るのでアップから入るとですね、アップダウンアップダウンアップダウンアップって感じですね。でその次もですね、リズム的には同じなんですけども、1拍目の裏からですね、今、薬指が最後、4弦の4フレットに、いると思うんですけど、ここからまずアップで弾いたら1個下がる、で戻る、で上がっていくですね。この2弦の、2フレットまで来たらですね、1個前の音に戻りますですね。ですね。そしたら今度1弦の5フレット、ルートの音ですね、ここから下がってきます。せーのうんですね。ここは順番に下がってくるだけですね。で最後3弦の2フレットですね、これダウンで弾いて、まあ、ここルートになるんですけど、これで終わりですね。だ最後の4小節ちょっとこう難しいと思うんですけども、最初ゆっくりゆっくり、やって覚えてみてください。でですね、さっき伴奏、この今マイクアンプにマイク立てで撮ったんで、ぜひ一緒に弾いてみたいと思います。でちょっと早いなって方はですね、 YouTube の再生機能とかで 0.75 倍速とか 0.5 倍速とかにしてゆっくりにして、で慣れてきたら標準の速度だったりとか、まあ場合によってはちょっと速くして、指動かす練習してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。じゃあ一緒に弾いてみましょう。ではエクササイズ2をやってみましょう。まあ、この辺からですね、ブルース感出てくるんですけど、それと同時に結構難しくなっちゃうとは思うんですけど、頑張って少しずつ覚えてみてください。まず4弦の、2フレットですね、人差し指で押さえてもらって、でピッキングしたら、4フレットにハンマリングですね。で、そしたらですね、3弦の2フレット人差し指で押さえてもらって、でここ裏拍になるんでアップでピッキングしましょう。でその次ダウンでピッキングしたら、伸ばすんですけど、3つ伸ばします。 1,2,3 で、なみなみなみってなってると思うんですけど、できる方はここでこういう感じでビブラート入れてあげられるといいですね。でこれ最初がですね、3拍目の裏ってところから入るので、ちょっと待ちがあるんですね。 1,2,3 ですね、こういう感じになります。で3伸ばしたらですね、3拍伸ばしたら3弦の、4フレット薬指で押さえてピッキング、で同じ弦の2フレットですね。そしたら、左手の力抜いて音をパッと一旦切ります。でその次がですね、2弦の、2フレットになるんですけども、ここですね、もしできる方は半音下からですね、
こういう感じでスライドで入ってあげられると渋い感じが出せるかなと思います。で、この音ですね、伸ばしてもらって、でこの小節の4拍目の裏のタイミングでですね、3弦の2フレット、ここアップでピッキングしましょう。で同じ弦の4フレット2フレットしたら音切るですね、ですね。これで、最初の4小節終わりですね。でその次なんですけども、4弦の、また2フレットですね、ここ人差し指で押さえてもらったら、4フレットに、ピッキングしたらハンマリングですね。でそしたらですね、人差し指をちょっとペチャンって寝かすような感じにして、3弦のですね2フレットを押さえた状態になるように、してみてください。で、アップで3弦をピッキングしますですね。これをですね、1、2、3、4、1、2、3、4、まあ合計、8回ですねやります。こんな感じで8回やってみてください。これなんかいかにもブルースって感じですね。これよくある、フレーズになるんですけど、これ8回やったら薬指で、5弦の、4フレットですね、押さえてピッキングで、ここもできる方は、ビブラート入れてあげましょう。でこの小節の4拍目の裏のタイミングで、小指でですね6弦の5フレットルートですね、押さえて、ここアップですね、裏なんでアップで、5弦の2フレットここダウンですね。でまた、ルートに戻ります。これアップですね。で音切るですね、こういう感じですね。じゃあ最後の4小節やってみましょう。これ最初の音が、1拍目の裏っていう場所になりますんで、ピッキングはアップからですね、2弦の5フレット小指で押さえてもらって順番に下がっていきますですね。ここまで来たら U ターン、3弦の4フレットですね。で音すぐ切ります。こんな感じですね。そしたらこの薬指を1個上の弦、4弦の4フレットにずらしてもらって、でここも裏になるんでアップですね。ね、これ1拍半っていう長さ伸ばします。でそしたら今度4弦の2フレット人差し指で押さえてもらって、でここ2拍目の表って場所になるんでダウンですね。ダウンから始まります。で順番に下がってきます。でここまで来たら U ターン、6弦の5フレット、ルートの音ですね。で、1小節ちょっと伸ばします。で、その次はですね、最後の、4小節目のところはこの1拍目の表で、4弦の2フレットなんですけど、まあもうできる方は半音下からスライドで、上がっていきましょう。でここでビブラート入れてあげましょうか。まあ、こういうですねビブラートとか、半音下からこうキュッてこうニュアンスをつけてこうスライドするとか、こうハンマリングにするとかですね、あのハンマリングとかしないとこういうニュアンスになると思うんですけど、ハンマリングするとちょっと滑らかレガートな感じになりますよね。まあこういうので、表情をつけていくんですね。まあ、全部フルピッキングでやっちゃうとなんかこうプツ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 した感じになっちゃうんで、このブルースはですねニュアンスがすごく大事なんですね。なのでここはハンマリングにしようかな、プリングにしようかな、スライドにしようかな、ビブラートにしようかなっていうので表情をつけていくんですね。まあ歌とかだって、あのこの人の歌ってこういう感じだよねみたいな特徴あるじゃないですか。そういうのをこういう、テクニックを駆使してですね、あの色つけていくとブルースらしい感じになってくるんですね。まあ、あのエクササイズこの2からですね一気に難しくなるとは思うんですけど、ほんとちょっとずつでいいんで、あの今日最初の2小節だけやろうとかそういう感じとかでもいいんで、ちょっとずつ覚えて、だんだんとですね、あのこの12小節分弾けるようにっていう風にですね、少しずつやっていってもらえればいいかなと思います。じゃあこれもですね、通して弾いてみますので、ぜひ一緒にやってみてください。今日解説したメジャーペンタトニックスケールが使えるのは曲のキーがメジャーの時ですね。今回はキー A メジャーでしたけど、 A メジャー以外の場合はどうするかっていうとですね、今日やったこの形ありますよね、これ。この形をですねキープしたまま、ルートの場所がですね、そのキーの音名になるまで横に平行移動していくんですね。
例えば曲のキーが C メジャーだった場合、 C はですね6弦の8フレット、ここなんですね。ここに来るまで平行移動していくとこんな感じですね。これが C メジャーペンタトニックスケールになりますんで、C ブルースの時に使える、形になります。じゃあ E はっていうと、まあ、6弦の開放弦も E なんですけども、6弦の12フレットにも E がいますよね。なのでここに小指が来るように、この形を弾いてきます。これが、E メジャーペンタトニックスケールなので、曲のキーが E メジャーの時にこういう感じで、ブルースが弾けちゃいます。まあ、ブルースじゃなくてもですね、どんな曲調でもですね、ペンタトニックスケールって合いますので、ぜひですね、いろんな曲でですね、試してもらえたらいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでですね、このブロックのメジャーペンタを覚えたら、好きに弾いて遊んでみてください。あ、これいいなっていうフレーズが弾けたりとか、まあ、いろんな曲のギターソロとかですね、コピーしたフレーズでいいなっていうのがあったらですね、ぜひ自分の引き出しに入れてですね、実践でどんどん使ってってもらえると、あ、メジャーペンタってこんな感じで使えばいい感じになるんだなみたいのがですね、養われて多彩なですね、アドリブが弾けるようになってくると思います。次回の動画では、このメジャーペンタトニックスケールに魅惑のブルーノートを加えて EX3 をやってみたいと思います。このブルーノートがうまく使えると、ブルース感とか仕草とかがですね、一層増しますので、ぜひ次回の動画もご視聴お願いします。動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルではギターに関すること、ギターのレッスン動画を主に配信していますので、もしよかった、参考になったよって方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。